性別論争の中でも2024パリオリンピック五輪ボクシング女子66キロ級で金メダルを獲得したアルジェリアのボクシング選手がテスラのイーロン・マスク最高経営責任者 CEO とハリー・ポッターシリーズの作家 JK ローリング氏らをオンライン嫌がらせ容疑で告訴した写真取材陣に取り囲まれる今根ケリフ選手13日現地時間米国雑誌バラエティ バラエティによると、今根ケリフ選手の弁護人はパリ検察庁のオンラインヘイト防止センターに提出した告訴状に2人の名前が含まれたと明らかにした。ケリフ選手は国際オリンピック委員会、IOC から出場権を正当に得てパリ五輪に参加したのに、自身の性別に対する非難とサイバー暴力に苦しめられなければならなかった。多くのサイバー攻撃は SNS。 特にマスク氏が所有する X、旧ツイッターを通じて行われた。これに有名人まで加勢して論争はさらに大きくなった。マスク氏は元米国大学競泳選手であり女性スポーツ活動家であるライリー・ゲインズ氏が、男性は女性スポーツに属しないと記した X のコメントを共有して、全面的に同意するとした。ローリング氏は1日、 自身の X アカウントにケリフ選手とイタリアのアンジェラ・カリニ選手が対戦した16強戦の写真を投稿した後、女性を嫌悪するスポーツ団体の保護を受けていることを知る一人の男性が、たった今パンチを頭に受けて一生の野望が崩れた女性の苦痛を楽しむ姿と記した。ローリング氏はこの他にもケリフ選手の五輪出場を批判するコメントを数件投稿した。ケリフ選手の弁護人は、 私たちが要求するのは検察がこの人だけでなく必要と考えられる全員を調査してほしいということとしながら状況によってはトランプ前米国大統領も調査対象になるかもしれないと語ったトランプ前大統領も SNS にケリフ選手と仮に選手の写真を投稿して男性を女性スポーツから排除すると話したこれに先立ち ケリフ選手は10日に金メダルを獲得した後の記者会見で、私が世界に言いたいのは、すべての人が五輪精神を守り、他人を誹謗してはいけない点、としながら、今後、五輪では私のように避難を受ける人がいなくなることを望むと話した。